国たちリストチャンネル。こんにちは、国たちリストの松島です。こちらの機械をご覧ください。こちらの機械はリストの選別の機械になります。この機械を利用することによっていろんな廃棄物を選別することが可能になります。今ちょうど行っているのは、瓶や缶やペットボトル、それらを選別するために、今使っております。この機械がリストの圧縮梱包の機械になります。何度も申し上げていますが、リストでは破砕、焼却、圧縮梱包の3種類の、処分方法を持っております。こちらが圧縮梱包の機械になりまして、先ほど、選別機で選別した例えばアルミ缶、スチール缶、それらをこの機械に入れると、今ここに出てるのはプラスチックなんですけども、こういう形で、圧縮梱包された状態で、缶が出てきます。その圧縮梱包が終わった姿がこちらの、パレットの上のアルミ缶になります。リストでですから破砕、焼却、圧縮梱包の3種類の、処分方法を持っておりますので、このように、再生できるものは、こういう形で圧縮梱包して、再生に回すというやり方も行っております。ぜひ、大量の空き缶、空き瓶等でお困りの際、リストにご相談していただければ、このような処分方法、再生方法もありますので、ご相談いただければと思います。よろしくお願いいたします。